はい、びっくりした。というわけで夜になったんですけど、ちょっとさっきクワガタ採取してたところでなんかクマが今日出没したみたいで、ちょっと本当に危なくて正直怖いので、あっちの方行かずに街灯だけ見て採取しようと思います。いや本当に怖いんですよ、回覧板とか回ってきてね、本当に危険みたいなんでやめときます。でまずここ街灯です。なんかいるかな、ここたまにカブトムシとかいるんですけどね、いやクマ、おなんか飛んでたな、あいたいたいた、カブとか、あカブトムシっぽいの飛んでますね。クマ気をつけてください。クマいるみたいです。いるいるいる。あれなんやろ。カブトヘナでも多分メスの。クソ降りてこんかな。はい、全然降りてこないんで。さっきここの壁。ここもよくいろいろ止まってるんですけどね。あら、今日何もいない、マジか。はい、戻ってきたんですけど、クワガタいましたね。なんか飛んできたみたいです。コクワ、あ、これ、え、これなんや、あ、ミヤマや、え、ミヤマ、何クワこれ、ちっちゃいな。コクワではないな。赤足でもない。多分ミヤマですねこれ。え、分からん。ノコギリではないですね。コクワでもないし。多分ミヤマですね。ちっちゃい。いましたいました。でね、さらにね、コクワガタいました。やっぱこの辺の街灯集まるみたいですね。これさっきのやつ、さっきのミヤマより大きいぞ。さっきのミヤマがちっちゃいのかな。マムシかスズメバチぐらいなら全然怖くないんですけど、クマはね、殺されますよ本当に。はい、はい、また次のガイ取りました。これもコクワのオスですね。はやはやはや、全然いますね、この辺。他はもういないな。うわ、うわ、うわ、クモの巣、こんなとこにクモの巣が。これ溝とかいそうやけどな。めっちゃ夜なのにセミ鳴いてますね。あ、いた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 。おお、でかっ。カブトのメス。あ、来てる来てる。これ結構でかいぞこれ。やった。カブトのメス。意外とこういう木とかに止まってるんですよね。ミヤマとかって。ちょっと全然モミジの木なんですけど。枝とかにね、よく止まってるんですけど。おらんな。また道路の方行きます。てか、マジでセミめっちゃ鳴いてる。蛇かと思いましたよ。奥の方行くか。奥に一個だけ街灯あるんですよね。コクワかな、コクワのメスですね。
いるいる。はい、またいましたよ。コクワのオス。今日コクワ多いですね。いや、下手したら道路とか歩いてるかもしれないですね。あ、道路はいないな。あ、いても引かれるか。うん、疲れた。よし、最初の街灯のとこですね。あー、暑い。今日蒸し暑いですね。夜でも25度ぐらいあるんじゃないかな。よっしゃ、最初の街灯、あのカブトムシとか降りてきてるかもしれないんで、もう一回見ます。カブトムシ飛んでないですね。どっか行ったんか。なんか落ちてきたと思ったらヤモリでした。はい、ヤモリゲット。これね、あの五郎丸くんが欲しいみたいなんであげます。なかなかおらんくなってきた。じゃあまあ今回はこれぐらいで終わるかな。はい、じゃあとりあえず帰ります。はい、というわけで帰ってきました。で、何匹か持って帰ってきたんですけど、まずこの左のやつ、これ多分ミヤマですよね。で、あとこのコクワ、大きさ比べてみるとね、ほとんど一緒ですね。ミヤマのこんなちっちゃいの初めて撮りました。ハサミとかはね、コクワの方が大きいですね、これ。ほらちっちゃいミヤマ。ミヤマですよね、これ。これ裏見たらね、あのオレンジがあるんですよ、足のとこに。だから多分ミヤマで間違いないと思うんですけど、もし違ってたら教えてください。はい、ほんでね、このカブトムシのメス、結構でかいですよ、これ。このミヤマよりは普通にでかいです。で、こいつらプラス、このヤモリですね。これはね、あの最近動画出てもらってる五郎丸くんにあげます。ほんで、昼間に撮ったカマキリですね。これはあのこれから飼育していこうと思います。こいつですね、カマキリ。幼虫です、まだ。これ頑張って育てて成虫にしたいですね。結構育ってますね。あの成虫になる時の羽も見えてきてます。多分オスなんですよ、これ。触角長いんでね。で、あの餌のためにコオロギとか入れてあげてたんですけど、ほとんど食べてお腹パンパンです、今。ほら、脱皮してくれるかな、もうすぐ。で、まあこのカマキリはこれから飼育していくんで、動画も、撮り次第更新していきます。またカマキリの飼育動画も合わせてご覧ください。で、メスのカマキリも欲しいんで、また引き続きカマキリ採集とかします。ということで、今回の動画はあの2つに分かれましたけど、昼の昆虫採集と夜のクワガタ街灯採集でした。次は8月中旬にまたクワガタ採集するので、また動画もご覧ください。それでは今回ご視聴ありがとうございました。